凄まじくロマンの詰まった製品をご紹介したいと思います。モニターのリフレッシュレートが 390Hz もあるんですよ。すごい、球が当たるようになったんですよね。相当滑らかになっていることがわかります。どうもこんにちは、ゲットナビ編集部新人の小山です。このチャンネルではゲットナビおすすめの家電やその使い方についてご紹介しているんですけれども、今回は凄まじくロマンの詰まった製品をご紹介したいと思います。それがもうすでにこちらに出ております。エイサーの XV2529F MIIPRX でございます。まあ、こちら見ての通りモニターなんですけれども、ただのモニターではございません。こちらですね、ゲーミングモニターでして、なんとモニターのリフレッシュレートが 390Hz もあるんですよ。これゲームをしている方とかモニターに詳しい方だとね、もう仰天する数値だと思うんですけど、まあね、すごくざっくり言うとめちゃくちゃ動きに強いモニターになっております。ただね、今話を聞いて、いやリフレッシュレートってなんぞやと思った方もご安心ください。今回の動画ではですね、先ほどお伝えしたリフレッシュレートなんていうモニターの基本の性能から、特にねゲームにおいてモニターを買い替えることによってどんな変化が得られるのかっていうところを解説したいと思います。なのでモニター初心者の方や、今ね 120Hz 以上の高リフレッシュレートモニターを買おうか検討している方にも参考になる動画かなと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。またですね、今回いろいろなね方向けにお話ししようかなと思うので、動画のシークバーにですね目次を入れてあります。なので、まあもうリフレッシュレートのこと知ってるよなんていう方はガンガン飛ばして自分の見たいところだけ見ちゃってください。はい、ちなみに今回のお品書きはですね、1、こちらの商品のスペック紹介、2、僕自身がですね今こちら側に映っている 240Hz モニターに変えた時の感想、そして3つ目が今回こちらの 390Hz モニターを使った感想、さらにさらに最後4つ目ですね、実はですねこちらのモニターもう1週間ぐらい使っておりまして、かなり使い慣れてきたので、その使い慣れた僕が 390Hz からどんどん240、144、120みたいな感じでですねリフレッシュレートを落としていって、どういう感想を持つのかというところをねお伝えしたいと思います。以上4本立てでお送りしようと思いますので、ぜひぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、それではまず1点目、こちらの商品のスペックをご紹介したいと思います。こちらパネルの大きさはですね 24.5 インチとなっていて、まあ、正直ねゲームするんだったら24から27ぐらいが僕は最適かなと思っているので、まあ、かなりゲームに適した大きさだと思います。というのもね、こちらは31インチのモニターとかもあるんですけど、こちらでゲームするとねちょっと端の方とかが視界から出ちゃって見えにくかったりするんですよね。なのでまあこう単純に大きければ大きいほどいいかというとそうでもなくて、やっぱり24から27ぐらいが一番ちょうどいいサイズかなと僕は思ってます。はい、そしてパネルは IPS パネルを採用していて、 IPS パネルはですねこう視野角といって上から覗き込んだりだとか左右から覗き込んだ時も色味が変わらずですね、パネルの中では高級な部類に入るパネルでございます。はい、そしてですね、なんといってもこのモニターリフレッシュレートが 390Hz 出るというところが一番の特徴でございます。ではそもそもリフレッシュレートって何なのかっていうと、1秒間に表示する画面の枚数だと思ってください。つまりですね、1秒間に390枚までの画像を切り替えることができるということになります。よくですねリフレッシュレートは紙芝居とかパラパラ漫画なんかに例えられることが多いんですけど、やっぱりね3枚ぐらいとかで描いたパラパラ漫画よりも100枚で描いたパラパラ漫画の方がこう滑らかにキャラクターが動くじゃないですか。そういう感じでリフレッシュレートは高ければ高いほどこう滑らかに感じられるようなものになってます。でこの 390Hz っていう数値はもうかなり驚異的な数値でして、一般的なモニターは 60Hz なんですよ。つまり1秒間に60枚の画像を切り替えて映像にしてるんですけど、ただですねやはり1秒間に60枚だと、例えばねスポーツ鑑賞だったりとかシューティングゲームとかね格闘ゲームみたいなすごく動きの速い映像だとちょっと滑らかさに欠けてですねカクカクした印象になっちゃうんですね。なのでゲームをやる方とかの間では、まあ、120Hz とか 144Hz、通常の倍ぐらいのモニターを使うことでより勝利に近づこうという考え方がありまして、さらにですねここ数年で登場したのが 360Hz っていう、もうその数値を見ただけでね僕たちはめちゃくちゃ仰天してたんですけど、今回はさらにそれを 30Hz 上回る 390Hz ということで、もうね多分それを聞いた人は
390Hz マシーンが追いつかないよと思う方も多いと思います。ということでかなりロマンの詰まったスペックだということはお伝えできたかなと思うので、次の特徴に行ってみましょう。次はですね、応答速度が 0.5ms なんですよね。これめちゃくちゃ速いです。通常ですね、ゲーミングのモニターでも 1ms とかなので、これが 0.5ms っていうのはもう人間がね判別できるかは分からないんですけど、まあ、かなり安心できるというか自分に言い訳が効かなくなるスペックかなと思います。そして一応ですね、こちら高さの調節とか90度曲げるピボットなんかもできたりします。そしてなんといってもね、見た目でいくとこうフレームレスなデザインになっておりまして、モニターを何倍もね並べる方にとってもすごいいいモニターなんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さん気になる 390Hz のね感想に行く前に、まあ、僕自身がね 60Hz から 240Hz に変えてるんですよ。その時の体験っていうのをお伝えしたいと思います。まずですね、 60Hz から 240Hz に変えて違いを感じたか、これに関してはもう信じられないほど感じました。もうね、 240Hz に上げた瞬間にポインターの動き、このマウスのポインターの動きが違うなって気づくんですよ。そして肝心のゲームプレイに関しては、僕よく FPS っていうねシューティングゲームをやるんですけど、もうね、自分は今まで勘で打ってたんだなって思いました。ちゃんと相手が動いているところがよく見えるので、勘ではなくてちゃんと自分が合わせに行って敵に照準が合うっていう感覚をゲットできました。今までですね、こう 60Hz でやっていた能力の限界値がここだとしたら、 240Hz にすることによってこの分ですね、さらに感覚ではなくて実際に敵を追って照準を合わせることができるという点で、さらに伸びしろが増えるような感覚です。まあ、よくねモニター変えると世界が変わるなんて言いますけど、僕的にその世界が変わったっていうのを言語化すると、今まで勘で自分ではコントロールできない、もしくはその勘の精度を上げていくしかなかったものがすごくコントロールできるような領域に持っていくことができるっていうのがその世界の違いなのかなと思いました。はい、ということでですね、60から240もう上げた瞬間に全然世界が違うなって感じるんですけど、一番それを感じるのはリフレッシュレートが下がっちゃった時が一番違いを実感できるんですよ。例えばね、なんか環境を移行して今まで 240Hz の設定でやってたのに、それが 60Hz の設定に直っちゃったみたいな時に、もうですね、あれ今日ゲームのサーバーラグいのかなとか、なんかパソコンの調子がおかしいのかなって思うぐらいにカクカク見えちゃうんですね。なので後ほどですね、このもうすでに 390Hz を使い込んできた僕が 240Hz、120Hz みたいな感じで下げていくこともしようと思います。はい、それでは3点目のお話、普段 240Hz を使っている僕が390Hz のモニターを使ってどう感じたのか、こちらに関してはですね、まず1点目、 390Hz を出すのは超難しいさらに 390Hz に対応しているゲームもそんなに多くはないってことです。正直これはね、検証する前からまあ薄々気づいてはいたんですけど、例えば僕がですね一番やってるゲーム Apex Legends なんかはまあ多分 300fps で頭打ちになってる感じですね。ですし、一番ね低い設定でやったところで僕の使っている RTX 2070 スーパーではですね、まあ 300Hz ぐらいギリギリ出るかなぐらいなので、 390Hz 出すっていうのは難しいんですよ。なのでですね、今回はこちらのフォートナイトをダウンロードしまして、しかもですね設定も練りに練りまして、まあそんなに重い描写でなければ 400fps を超えるぐらいの設定にしてまいりました。まあ、なのでですね、もうこの FPS を出すために相当パフォーマンス重視な設定にしなきゃいけないな、もしくはすごくお金持ちですごくいい機材をたくさん使わなきゃいけないなと思いました。そこが1点目難しいところですね。2点目、ここが一番皆さん気になるところだと思います。240から 390Hz に変えて体感の違いはあったのか。正直 240Hz と 390Hz、 僕の体感では違いが分からなかったんですよ。
ただ一点、これはね、レビューする側から見てもどうかなと思うし、まあ、小山、お前報酬もらってんじゃないのなんて思われるかもしれないんですけど、なぜかですね、390Hz でやるとすごい球が当たるようになったんですよね。これはね、フレームレートのおかげなのか、応答速度のおかげなのか、まあ、はたまた、まあ、単に僕がプレーを上手くなってきたっていう可能性もあるぐらい、もうなんか理由はわからないんですけど、なぜか当たるような気がします。なので、もしかしたらこれは僕が体感として感じられていないだけで、実際には全然気づけない部分で効果があるのかもしれないなとは思いました。まあ、なので 390Hz 使ってみた感想は本当こんな感じですね。まずは使いこなすのが難しい、そして使ってみても違いっていうのを体感するのは難しいけど、なぜか当たるような気がする。まあこんな感じでしょうか。はい、ということでですね、結構1週間ぐらい使ってみた感想をお伝えしたんですけど、やっぱりね、僕自身も気になってるのは、 390Hz から Hz 数をどんどん落としていった時に、今 390Hz に慣れてる自分がどういう感想を持つのかっていうところなんですよね。なので、これから実際にフォートナイトプレイしてどういう違いがあるのか見ていきたいと思います。はい、ということで、皆さん見えないかもしれないんですけど、現在設定が 390Hz になっております。ちょっとですね、ゲーム自体をキャプチャしながら撮影してしまうと、その分ね、余計に PC のスペックが食ってしまうので、ちょっとね、こちらもカメラで撮影しながらやっていきたいと思います。はい、ということで始まったんですが、現状だと人が多いところを見ると250台ぐらいになっちゃうんですけど、まあね、そんなに人がいないところを見れば400ぐらいは出てるので、こちらでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今着陸したんですが、FPS 値が出てるんですけど、まあ400ぐらいですかね、400ぐらい出ています。まあ皆さんにはね、あの YouTube 通しちゃったようで 60fps になっちゃうと思うんですけど、僕の体感では今 400fps を見れているっていう感じです。それではね、この状態から240まで下げてみたいと思います。こんな感じな、こんな感じを覚えておいて、はい、それでは240まで下げてきました。どうですかね。あー、なるほど。まあ確かに若干390の方が見えやすかった気がしますね。ちょっと待ってくださいね、もう一回390戻していいですか。あー、これ違うな、やっぱり。うん、これはね、違いますね。そうですね、これは確かに 390Hz から 240Hz まで一気に落とすとギリギリ分かるぐらいです。あー、まあ分かる気がするなぐらいなので、正直これがどこまでプレイに影響を与えてるかはまあ未知数かなって感じですね。ただ確かに若干見やすくなってる気がします。こうやって振った時のブレ感っていうのがちょっと少なくなってるなという印象はあります。はい、それではですね、今 240Hz、390Hz でやってきたので、次はですね、144Hz まで落としてみたいと思います。これは結構落ちますからね。はい、それでは 144Hz に戻してきました。ちょっと動いてみます。あー、これも十分滑らかなんですけど、まあでも確かに違いますね。うん、もう一回ちょっと 240Hz にしてみますね。はい、 240Hz に上げてきたんですが、もうそうですね、ここに関してはある程度違いがあるように思います。 240Hz までいくとね、かなりね、滑らかに動くんですけど、やっぱり 144Hz だとね、この辺のザラつきが目立つ気がします。はい、それでは次はね、 390Hz やってみます。そうですね、さすがに144から390になると相当滑らかになってることがわかります。全然違いますね。ここからね、また 120Hz に変えてみたいと思います。はい、それでは 120Hz に変えてみました。まあそうですね、320とかからすると、うん、全然違いますね。もうかなり動かしてる間の見え方っていうのが全然違いますね。結構ザラザラしてるなというか、滑らかじゃないなっていう感じはします。はい、それではですね、ここから、60Hz にさらに変えてみたいと思います。いきます。はい、やってまいりました、 60Hz。 あー、もうこれは無理ですね。もうザラ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 して残像感もあるし、
正直かなり微妙かなという感じです。自分的にはこれでゲームはちょっとできないですね。あ、やられちゃう、やられちゃいましたね。ということで 60Hz だとやっぱりね、かなりこうやって接敵した時もすごい狙いにくいなという印象がありました。はい、ということでいろいろ検証してきたんですけれども、やっぱりですね、ゲームをやるんだったら僕は最低 120Hz、 できれば本気でゲームをするんだったら 240Hz 以上あった方がいいんじゃないかなと思いました。そしてですね、390と240に関しては正直言ってかなり見比べないと違いはわからないんですけど、確かに違いはあります。はい、ということでまとめますと、この 390Hz 出る Acer の XV252QF、 かなりロマンの詰まった製品で、確かに 240Hz の時よりも若干当てやすいような気もします。ただね、パソコンも相当なスペック、そしてパフォーマンスによった設定にしなきゃいけないですし、そもそもね、ゲームがしたいような場合もあるので、ロマンを追求できるあなたにおすすめなんじゃないかなと思います。そしてですね、ちょっと予算的にきついななんて方は、可能であれば 240Hz まで出せるとかなり世界変わるんじゃないかなと思います。どうしても120、144までしかいけないっていう方はそこでも大丈夫です。とにかくですね、 60Hz を抜け出してみる、これだけでも相当違いがあるかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん試してみるのはいかがでしょうか。はい、ということでこの動画がためになった、面白かったという方はチャンネル登録、グッドボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、こうやって暮らしを変えるような家電、ガジェット紹介していきますので、ぜひぜひ今後もよろしくお願いいたします。それでは皆様、長らくお付き合いありがとうございました。さようなら。